義母先生2。義母先生をご覧の皆さん、はいさい。さあ、エイサーの季節ですね。エイサーの定番曲、天陽節を今日は深掘りしましょう。陳順流りもやりましたけども、天陽節もやっちゃいます。なんでってこれもすごい面白いし人気だし、絶対やるから。エイサー好きな人、エイサー地方の人、この曲を歌う時のポイントをまたいくつか紹介したいと思います。まあ、なんといってもね、タンタンタタンタタンタンタタンタンタン、ちょっとこうパッカパッカパッカと跳ねてますね。沖縄の早弾きではこういうパッカパッカ跳ねるテンポ多いと言いましたが、これは跳ねるんだけどそんなに速く、速くない曲なので逆に難しいんですね。タンタンタタンタタン、パッカパッカパッカ、これも前回言いましたが太鼓の人たちが、叩いてるイメージで、ドンドンドン、タカタッタドンドンドン、タカタッタドンドンドン、タカタッタドンドンドンの、この太鼓の音なんかを意識してこのテンポ感をイメージすると練習しやすいと思います。タンタンタタンタタンタンタン、まあ青年会とかによって速さは違うんですけども、この盆踊りのね、この太鼓の音なんかをイメージしてこのパッカパッカのリズムをぜひ意識して練習してみてください。天陽節、そしてね、まあ、いろんな歌詞がありますけども発音なんかも結構難しいですから発音も注意してみてください。はい、そしてある程度慣れてきたら、そのお囃子なんかもね、地方の人たちが言うと太鼓の人たちが返してくれると思いますので、お囃子も入れてみてください。例えば、天陽天陽しっとりと天さっさ、針がよぬゆいやな、いやさあさあと言ったら、はいやとね、向こうが返してくれます。地方がね、お囃子を、言って返すというキャッチボールなんかも非常にこう慣れてきたらエイサーでは大事ですので、このはいやさあさあ、はいやみたいな、このね、やつをぜひ慣れてきたらお囃子なんかも入れて練習してみてください。まあ、エイサーのね、やっぱ醍醐味はこの誰かがこういやさあさあと言ったら、はいやはいや、いやささと返す、このキャッチボールでね、こう盛り上げるというのがありますので、まあもちろん歌ですね、地方の人たちはまず歌三振ですけど、慣れてきたらそういってお囃子も入れて元気出してこうぜみたいな感じで、お囃子も入れてみるとエイサーっぽくなりますし、この雰囲気もだいぶ出ますんで、ぜひね、テンポ慣れてきたらそのお囃子も入れてみてください。今週は天陽節を深掘りしてみました。義母先生でした。チャオ。